どうも、ミーツでございます。今回は登録販売者試験第2章丸5、膵臓について、覚え方過去問実演っていうことについて話していきます。僕のチャンネルなんですけども、こういうふうにね、登録販売者の合格法を話したりとかですね、懸賞に当選しましたとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あと、このチャンネルはですね、みっちゃんもこんな頑張ってるんだったら、私もね、勉強頑張って試験受かろうとか、このチャンネル和むなーとか、そういうふうにね、言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、今回ね、ちょっと膵臓だけだっていうことで、なんだ膵臓だけかよって思う方もいると思うんですけども、ちょっとね、過去問を研究していたら、このね、結構問題が、胆嚢と肝臓がね、セットで問題になってることが多かったのでね。手引きのね、この構成上そういう風になるんですけども、だからね、結構手引き勉強してるとね、このやっぱ試験対策にやっぱ一番いいんじゃないかっていう、そういうのがあるんですけど、ただね、手引きちょっと味気ないんで、普通に読んでてもね、なかなかちょっと興味が湧かないっていう部分もあるんですけども、だから試験対策上もね、とりあえず膵臓単品で、やるのがいいかなということでね、ちょっと他の資料とね、戻ったり行ったりね、しながらちょっとやっていきたいと思います。しばらくはね、ちょっとまず2章をやっていきたいと思います。それで、膵臓ですね。この前回も言いましたけど、このひょろ長いやつですね。下に羽みたいなやつですね。胃の、甲下部に位置する、細長い臓器で、膵液を、十二指腸へ分泌しますということでね。胃がこれなんで、これね、よく膵臓がんって発見されにくいとかって言いますよね。裏側にあってね。だから、胃のね、後ろの方。で、さらに、これ、下の方ですよね。後ろの下の方、甲下部に位置する、なんか天使の羽みたいなね、細長い臓器で、膵液を、ここのね、十二指腸に、分泌するよと。そういう部分ですね。あとちょっとね、若干ちょっと戻っていくと、こっちですね。これね、ちょっと戻っていくと、今ね、この十二指腸に、膵液を分泌するっていうふうに言いましたけど、ここ十二指腸ですね。で、十二指腸っていうのは、約25センチ、C 字にね、湾曲した、という、これはもう大丈夫だと思うんですけども、このね、湾曲部には、膵臓からの膵管と、胆嚢からの胆管の開口部があって、それぞれ、膵液と、胆汁を、腸管内に送り込んでいますということね。胆汁とかね、膵液を、送り込んでいると。で、腸の、内壁からは、腸液が、分泌され、十二指腸で、分泌される腸液に含まれる成分の働きによって、膵液中の、トリプシノーゲンが、トリプシノーゲンって長いやつがね、キュッと短くなって、トリプシンに、なりますと。で、これが、小腸でなるっていうことでね、トリプシン。小腸の小で、コトリプシン。コトリプシン。で、水辺の鳥ってことで、膵臓の膵ね、入れてましたよね。これもちょっと若干ね、思い出して、もらいながら、で、もう一回ちょっとね、戻っていくと、そのね、送り込んでいる、膵臓から、送り込んでいる膵液っていうのは、すみません。弱アルカリ性で、胃で、酸性となった、内容物を、中和するのに、重要ですということですね。すみません。ちょっとね、水を飲ませてください。それで、膵液は、消化酵素の、前駆体タンパクであり、消化管内で、活性体である、トリプシンに、変換される、トリプシノーゲンのほか、今やったやつですね。
でんぷんを分解するアミラーゼ、かっこして水液アミラーゼ、脂質を分解するリパーゼなど、多くの消化酵素を含んでいますと。だからね、まあ、この動画と、1個前の動画をね、ちょっとこう、交互に見ていただくと、いいんじゃないかな、というふうに思うんですけども、それでね、まあ今、前駆体タンパクでありっていうね、前駆体っていうのが出たんですけども、これは、ある特定の物質よりも、反応段階的に、前に位置する物質のことっていうことでね、ちょっとコトバンク様っていうところにちょっと書いてあったんでね、まあなんかこっちからね、こっち黒から緑になったら、まあこの黒がね前駆体だみたいな、まあまあそんなイメージですね。まあ何のこっちゃみたいな話だと思うんですけども、まあそういうような感じですね。すなわち膵臓はタンパク質、脂質のそれぞれを消化するすべての酵素の供給を担っています。また膵臓は消化腺であるとともに血糖値を調整するホルモンなどを、まあ、括弧してね、インスリン、まあ、これは血糖値を下げるホルモンですよね。でグルカゴンというのはこの血糖値を上げるホルモンなんだそうなんですけども、こういうホルモンなどを血液中に分泌する内分泌腺でもありますということでね、まあこれ一応ね、手引きにはこのグルカゴンがね、血糖値をこう上げてくれるとかなんとかっていうのは書いてないんですけども、まあ、これ一応ね、前回の一つ古い動画でもね、前の膵臓の解説でもちょっと言ったんでね、一応まあ言っとくと、まあ東京からね、血糖値の糖ですね、東京からゴーン被告ね、グルカゴーン被告が高飛びっていうことでね、逃げちゃいましたよね。なんか楽器かなんかの箱にね入って逃げちゃったっていうことね。まあグルカゴーンは血糖値を上げるということもね、ちょっとまあこれはちょっと出ないかもしれないんですけども、まあちょっと覚えててくださいということですね。それでここに消化腺ってあるじゃないですか。まあ、膵臓は消化腺であるとともにっていう風になってますけども、他にね、どういうのがこう消化腺があったかって覚えてますかね。まあ、なんかちょっとね、ページ振っておくといいと思うんですけども、ちょっと戻っていくとね、まあまあ、いいかね、ここから。まあ、消化管と、消化腺っていうのはね、まあ、こういう風にあって、じゃあ消化腺の方をちょっと見ていくとね、唾液腺、肝臓、胆の、膵臓っていうことで、まあ、ちょっとこの中に唾液腺はないですけども、肝臓ね、あとこの青い胆の、あとこの天使の羽の、膵臓ね、消化管っていうのは、口腔、咽頭、食道、胃、小腸、大腸、肛門っていうことね。で消化管は、口腔から、肛門まで続く管で、管でですかね、平均的な成人で、全長約、9メートルありますってことね。まあ、ここ、消化管と消化腺のね、違いも、ちょっと、膵臓で出てきてるんでね。膵臓は、消化腺の一つだよ、ということが出てるんでね。そこもちょっと、ページを振っておいた方が、いいかと思います。終わりですね。それじゃあね、過去問をやっていきます。まあ、ちょっとね、僕も、いろいろ、忙しくて大変ではあってね、まあ皆さんも忙しいとは思うんですけども、まあなんとかね、ちょっと2章をまず出して、進めていきたいと思います。お疲れ様でした。はい、それじゃあ過去問やっていきます。これはですね、令和元年度の高知、四国の問題ですね。膵臓に関する問題で、A は、膵臓は、消化腺であるとともに、血糖値を、調節する、ホルモン、インスリン及び、グルカゴンなどを、血液中に分泌する、内分泌腺でもあるということなんですけども、これはわかりますかね？これはね、
まあ一番最後に、言った部分ですね。ここの部分ですね。まあだから、丸ということですね。まあせっかくね、まあ見たからもう一回ちょっとしつこいですけども、消化線見ときましょうかね。消化線は、唾液腺、肝臓、胆の、膵臓と。で、消化管は、口腔、咽頭、食道、胃、小腸、大腸、肛門。ということでね。消化管の方は、平均的な成人で、全長約9メートルあるよというところですね。ここも、押さえておいてください。次、膵臓は、でんぷんを分解する、水液アミラーゼの供給を担っているが、脂質を分解する、リパーゼの供給は、担っていないということなんですけども、これはどうだったかわかりますかね。ここね、この辺書いてありますね。すなわち膵臓は、炭水化物、タンパク質、脂質の、それぞれを消化する、すべての、酵素の供給を担っているというふうにね、書いてあるんで、まあこのね、脂質を分解する、リパーゼなど、多くの消化酵素を含んでいるということでね、これは×ということですね。C が、水液は酸性で、胃で、弱アルカリ性となった、内容物を中和するとあるんですけども、まあこれはまあわかりますよね。胃液ってね、酸っぱいんでね、まあ、水液が、弱アルカリ性で、胃でね、酸性となった、内容物を中和するということでね、これは×ということですね。膵臓は、胃の、口下部に位置する、細長い臓器で、水液を、空腸へ、分泌するとあるんですけども、これはね、どうだったか、ここですね、これ、ね。胃のね、口下部は、これはいいんですけども、これね、ここね、胃の口下部。これはいいんだけども、あ、ごめんなさいね、ちょっとこっちだ。これはいいんだけど、水液を、空腸へ、分泌するってあるんですけどもね、これは、十二指腸ですね。なので、これは×と。ですね。これね、ちょっと待ってくださいね。小腸のところちょっとあったんじゃないかな。これね、小腸。あ、これね、これね、あ、これ逆になってる。小腸はね、十二指腸、空腸、海腸、このね、三部分に分かれるということでね、空海十二と指を指すというふうにね、やってましたよね。まあ、あとね、海腸とね、空腸について多分ね、僕言ってたんじゃないかな。あ、これね。ここね。上の部分ね。こちらが、上部 40% が空腸。残りの約 60% が海腸なんだけども、明確な境目はないということでね。まあ、あと、新しい覚え方ね。上司、上司、空腸にうるさい。ということでね。鈴木さん、寒いよ、とかね。下げすぎ、みたいなね。まあ、これはちょっとあの、おっさんはちょっと入れないですけどね。これポンと出してたね。今回はそんな感じですね。なので、A だけが丸で、残りが×ということでね。2番が正しいということですね。はい。じゃあもう一問いきます。これはですね、令和2年度の奈良の問題なんですけども、膵臓に関する問題ね。まあ、これはあんまり多分こっち側見なくても大丈夫だと思うんですけども、A がね、胃の口下部に位置する細長い臓器で水液を十二指腸へ分泌しているということでね。これはもう大丈夫ですよね、丸ってことでね。B が水液は弱酸性で消化を助けているってありますけどもね。水液は弱アルカリ性でしたよね。だからこれは×と。C、炭水化物、タンパク質、脂質の、それぞれを消化する、すべての酵素の供給を担っているということでね。まあ、これもさっき出てきて、これも、大丈夫、丸でしたよね。で、インスリンを、血糖値下げるやつですね。を、
血液中に分泌する内分泌腺であるということでね。まあこれも丸なんですけども、これね、消化腺であるとともにっていうのがね、出てたのでね。これはもう、この動画っていうか、この試験問題の振り返りではやらないですけどもね、消化腺と消化管の違いっていうのはね、覚えておいてください。あとはね、グルカゴンの方は、手引きにはね、特に、詳しく書いてないですけども、血糖値を上げる方ね、東京からゴーン被告高飛びということでね、ちょっと僕が、おまけで作ってるということですね。なので、B だけが×ということで、答えは3番ということですね。はい。じゃあもう一問いきます。これはですね、令和元年度の新潟、北関東甲信越の問題なんですけども、これはね、小腸と、膵臓に関する問題ですね。まあ、なので、C と D のね、ちょっと膵臓についてまず見ていくと、C が、膵臓は、胃の甲下部に位置する、細長い臓器で、膵液を、大腸へ分泌するということなんですけども、これはね、もうわかりますよね。これは、大腸じゃなくて、十二指腸でしたよね。だから、これは×と。D が、膵臓は、炭水化物、タンパク質、脂質の、それぞれを消化する、すべての酵素の供給を担っているってことだね。これは、丸でしたよね。何回も出てますよね。それじゃあね、ちょっと小腸の方を見ていくと、小腸は、全長、6から7メートルの、管状ですかね。管状の臓器で、十二指腸、空腸、開腸、盲腸の、4部分に、分かれるということなんですけども、これね、盲腸が違うよねということでね。これは3部分ということで、×ということですね。B が、脂質。トリグリセリドは、消化酵素、リパーゼの作用によって分解を受けるが、小腸粘膜の、上皮細胞で吸収されると、脂質に再形成され、乳状脂流ですかね。リポタンパク質の一種で、カイロミクロンとも呼ばれるね、乳状脂流となるってことなんですけども、これね、ごちゃごちゃね、書いてあると、なんかわかりにくいんだよね。まあちょっと見ていきましょうかね。もう前のやつね。どうだっけかね。乳状支流ね。ちょっと待ってくださいね。あ、この辺ですね。この辺ね。脂質は、受けるが、小腸粘膜の上皮細胞で、再吸収されると、脂質に、再形成され、乳状支流ですね。リポタンパク質の一種で、カイロミクロンとも呼ばれる。まあ、なんのこっちゃって話ですけどね。なりますということでね。カイロミクロンは出てなかった。あ、リポタンパク質ね。リポタンパク質は一応ね、読んでおきましょうか。脂質がね、タンパク質などの物質と、結合した、微粒子ということでね。まあそうなんだなっていうね、ちょっと感じでちょっと押さえておいてください。なので、これは丸ということですね。だから、×丸、×丸ということで、3番が正しいと。いうことですね。あとね、もう一問ありますね。じゃあもう一問ちょっとやっていきます。はい。じゃあラストやっていきます。これはですね、令和2年度の栃木、北関東の問題なんですけども、膵臓についてですね。膵臓は、消化腺であるとともに、血糖値を、調節するホルモン、インスリン及び、グルカゴン。インスリンが血糖値を下げる。グルカゴンが上げる。などを、血液中に、分泌する、内分泌腺でもあるということでね。これは大丈夫ですよね。まあ、あるということですね。膵液は、弱アルカリ性で、胃で、酸性となった内容物を、中和する。これも大丈夫ですよね。膵臓は、脂質を消化する酵素は、供給していないが、炭水化物と、タンパク質を消化する酵素を供給しているということなんですけども、まあこれもね、もう大丈夫だとは思うんですけども、一応ね、ちょっと見ていきましょうか。これね、脂質を分解するね、
リパーゼなど、多くの消化酵素をね、含んでいるということなんでね、これね、でんぷんを分解するアミラーゼとかね。なので、これはね、×ということですね。だから、〇〇×ということで、2番が正しいということですね。まあ、今回はね、ちょっとこんな感じで、やっていきましたのでね、なかなかね、ちょっと時間がなくて、思うようにね、作れてないところもあるんですけども、勉強しててもね、試験勉強してても、自分もね、なかなかこう、思うように進まないんだっていう方も、いると思うのでね、なんとかね、まあ、僕の、合格法の動画とかもね、参考にしていただいて、なんとかね、頑張って、合格、目指して頑張っていきましょう。それじゃあね、またお会いしましょう。まあ、今回はちょっと膵臓だけなんですけども、まあ、次回はね、胆のうと肝臓ということで、まあ、だいぶ作ってはいるんで、ね、本当は3つ全部出そうと思ったんですけども、ちょっとね、長くなっちゃうっていうのもあるんで、今回はちょっとわかりやすくやってみました。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。またねー。バイバーイ。